どうもフィッシャーズシグです。元気のあのアニメのあの漫画のあの映画のこんなものが売ってました。出します。3000円お楽しみ袋鬼滅の刃です。数量限定で売ってました。こっち側が3000円なんですけど、これだけ2000円。今話題ですよ、鬼滅の刃。縁柱の煉獄さんはね、100億の男って言ってドーンっつって、煉獄さんがニュースになってたんですよ。あの激辛みたいな字書く人。ああ、そうそうそう、それか。うわあ、すっきりした。ずっと聞こうと思ってたのあれ。このくらい鬼滅の刃を実は知らないんですよ。まだ一話も見れてない。炭治郎がいるってことしか知らない。おう、あ、主人公ね。そう、あとなんか竹串加えてる人がいるの。竹串じゃない、あれ竹ではない。竹串加えてたらそれの赤羽のなんかおっちゃんの仕事。俺はふんわりと。あ、僕は一応前巻読んでるし、そうだよね、ジャンプも全部読み終わってるんで、ね、無限列車とかになると単行本で言うと10巻未満だから。アニメ終わって、で今映画でね、これも大記録出したあの無限列車編ってやつがあるのよ、うん、でこれがあの煉獄さんっていうね、あの縁柱の人が出てくるんだけど、赤座っていうむっちゃくちゃ強い鬼がいるんだよ。まあ最後多分バトルになると思うんだけど、これがかなりいいバトル、もう名シーン。鬼滅の刃はまだ全然間に合いますよ。おお、はい、間に合います。大記録を出した鬼滅の刃のお楽しみ袋ということで、数量限定で売ってたので、ちょっと開封してみようと思います。おお、はい、気になるよね。まあでも俺善逸くんと誕生日一緒なんだよ。あ、そうなの。そう、9月3日です。水と雷と全集中があんの知ってる。全集中が違う。全集中、全集中。水と雷の呼吸ってのがあんの知ってるんだ。そう、縁柱。運気が良くなる。違う、ご縁柱。縁柱いいな、強そうだ。まあね、運だけで戦っていきたいけど、それラッキーマンってやつがいいんだよ。あ、いるんだ。違う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 、ジャンプのもっと前にね、ラッキーマンって。ごめんね、みんな。鬼滅の刃にラッキーマンはいないよ。茶柱だったらラッキーマンとかいないよ。いないよ。え、シルクが好きなんやけどね。敵の鬼が好きなんだけど、その中の黒脂肪ってやつがいる。すごい脂肪じゃん。違う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 、濃い脂肪じゃないの。黒脂肪、そうだね。アニメ派の方がいると思うんで、ちょっとどんな存在かっていうのは言わないんだけど、めちゃんこ強い。俺もめちゃくちゃ強い。そうなんだ。はい、柱っていう鬼殺隊の中でも最も位の高いやつがいるんだよ。めちゃくちゃ強い人たち。その中で一番俺が好きなのは姫島行明。岩の呼吸使うこと。姫島さんはものすごいガタイ人なんだけど、どういうのが出るか分かんないけど、キャラで出てほしいのは確かに善逸は欲しいわ。一袋目3000円袋開けてみます。結構いいもの入ってると思う。シャツだ。悪鬼滅殺って書いてある。柱の刀に悪鬼滅殺って書いてある。多分鬼退治なんだよね。まあそういうことだね。そうだって、鬼を滅する刀なんでしょ。まあ、メッスルだと思うけどね。メッシルになるとちょっとバロンドール取りそうだから。メッシあんまヘッドじゃないだろ。何も分かってるやん。メッスル。ああ、いいですね。あっ、メッスルですね。感情目だよね。感情多いですね。まあ、やっぱ昔の話だから。鱗滝左近さんって会ったことある。海パンの人。海パンの人。でも海パンでかじゃん。こういうやつ。そう、こういうやつ。こういうやつ。はい。ああ、全員出た。拡大鏡と等倍鏡の2面です。まあ鏡ですね。あー、手鏡。うん、まあメイク用です。はい、普段がすげーうるせえ。うるさいね。めちゃくちゃうるさい。ヘタレなんだよね。ヘタレなヘキリキ一閃って技なんだけど、構えた瞬間からイカ槌みたいにビャーンって光の速さで相手切り。うーん、雲の家族と戦ったとこがある6連っていう技があるんだけど、それがアニメがめちゃくちゃかっこいい。分かりみがすごい。ほんと決めるとこ決めるから、もうなんか許せるキャラですね。うん、はい、缶バッチ。うん、炭治郎と義勇さんと禰豆子書かれてる、うん、ほうほうほう、うん、誰が当たるのか分からん。おう、品津川とか出るし、鈴井天元。あ、姫島さんも出る。さっき俺が好きって言った。星の川で品津川って言うの。品津川って言うんですよ。新学期の気持ち。友達をね。そう、うん、こう読むんだみたいな。そうね、姫島さん来い。忍さんです。鬼って首を切れば、まあ、倒せない。なんだけど首切れない。毒を使う、まあ、柱ですね。缶バッチもう一個。鬼滅の刃誰知ってるって言ったら、炭治郎、禰豆子の次ぐらいに煉獄さん出てくんじゃないの。そうかね。あんだけ映画でポスター貼られてたら見るでしょ。ツイッターのトレンドとかになってたもん。なってたから。そうか、うん、煉獄さん当たれ。はい。おお、善逸。善逸が早速2個も出た。すごいな、うん、よいしょ。なんかでもシルクもけだものの呼吸感ちょっとあんだよ。しかもね、ガリウってとこもちょっと似てるよ、ね、なんか2袋目おれ1品目せーの、
おお、あ、T シャツ、あらららららら、富岡義勇さんですね。そう、これ定価3000円って書いてある。あ、本邦鬼殺隊水柱の富岡義勇さんの名言 T シャツとなっております。うん、生殺与奪の剣を他人に握らせるな。初期の方に合うめちゃくちゃ強い人せーの、はい。お、あー、いや、全一同じ缶バッジ2つ、煉獄さんがいいんだよね。煉獄さんが欲しい。そうそう、ほい、出た。あ、全一、あー、全一だ。姫島さんと、まあやっぱ炭治郎と根津子かな。うん、おお、富岡義勇さんです。善逸、忍ぶ、善逸、善逸、善逸、義勇。この動画見た人、善逸だけ覚えてるんです。3000円、ラストです。はい、うわっ、きたきた T シャツアッキメスタツの T シャツ、しかも L です。入った、入った、入った。黒脂肪さん、あ、違う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 、それはだから黒脂肪はいるけど、ライザップの CM 撮るみたいな回った方がいい。ブーッ、ブーッ。また善逸、片方炭治郎のやつだったんだけど、善逸と善逸になった。さすがに煉獄さん出てほしい。うっ、煉獄さん、うわー、すごい、煉獄さん出ました。うわー、すごい。弱いものを守るために全身全霊をかける人。うわー、熱いね。うん、リサさんの曲でさ、ホムラってあるでしょ。あれホムラって言うの。そうそう、ホムラじゃねえの。あれホムラ。なるほどね。赤座っていう鬼がいるんですけど、鬼の中でもむちゃくちゃ強いものの鬼なの。十二鬼月って言って、12人やべえ鬼がいる。下の部類の6人と上の部類の6人が、下限の鬼、上限の鬼っての上限の鬼の3番目ですよ。めっちゃ強い、むちゃくちゃ強いのがその赤座ってやつだね。その赤座は強いやつが大好きなんです。血鬼術っていう鬼はすごいいろんなこう技を使ってくるんだけど、その赤座は基本的に都市格闘、強いやつが大好きな赤座 VS 弱いものを守る強い教授の戦い。いや、かなりね、白熱した作中の中でも屈指のバトルシーンなんで、まあ、映画見てください。はい、玄也くん、品津川の弟さんですね。あ、刈り上げがおそろい。刈り上げがね、刈り上げが、そうだね、仲良し。お兄ちゃんが口悪い、うん、めちゃんこ口悪い、うん、弟に対してもめちゃくちゃ口悪い、うん、けど、もう作品の最後の方で絆が見えます。うわ、そこを楽しみにしてほしい。つながりのことを語ってることが多いんですよ、鬼滅は、ね、鬼側もそうだもんね。そうそうそう、3000円の袋全部開け終わったんで、はい、次2000円いきましょう。1000円の差は何なのか。この缶バッジね、これはどっちにも入ってんだね。せーの、はい。ナホが、時藤無二郎くんで、で、元木が姫島行明さんです。ずっとこの白目みたいな感じ。ずっと白目です。鬼滅の刃って刀がすごい面白い。メイスとアックス繋がれてる。それをブワーッつって使う。この待って、それ鬼じゃないの。近くこの人も本当に悲しい人。柱は大体みんな悲しい、うん、悲しい過去を背負ってます。それで黒目なくなっちゃったんだ。まあそしたらみんななくなってるよ。無一郎くんセンスが抜群。へー、そうそう、センスタイプ、天才系、天才系です。善逸のキーホルダー、なんか人力車を引いてますね。はい、善逸6連です。やばい。 あ、ラストだな。おなんだこれ。あ、マグカップですね。せーの、ドン。おー、ねずこ、おー、かわいい。なんか箱から出てくるってあたりもそっぽくない。あー、そうだね、運ばれてるからね、いつもね、箱に入ってんだ。鬼ゆえに、日に当たっちゃいけない。だから、いつも箱の中でいるし。それ日焼け止めとかじゃ効かない。無理です。UV の具合とかじゃないですよ。あー、いいこと知ったわ。はい。鬼倒すん、君。いや、違う。案外弱っちいんだね。夜むっちゃ強いって捉える。そうなんだ。寝れねえじゃん。いや、寝れない。だから寝込みなんか襲われるから。なんで分かってんの、夜寝ちゃうんだろうね。いや、眠いじゃん。昼寝て夜起きればいい。それ体調悪くなるやん。こっち無理して夜に合わせてんだから負けるでしょ。もう人工的な太陽を作り出すしかないよ。そしたらそれいいじゃん。誰がここにお前紫外線ライトつけながら来てるの。今鬼滅ピークだよねって、アニメ今めちゃくちゃ面白いねって言うけど、どうせこの後ずっと面白いから。うわー、ずっと面白いから。ピークじゃないです、今がピークじゃない。無限列車、いや確かにこの映画の大記録を作ったし、うん、もうこれは確かにピークと呼んでいいレベルのものだと思う。鬼滅の刃っていうストーリーにおいては、もうここは作中でも屈指のバトルシーンだけど、もっといいところいっぱい出てくる。へー、まあそこも楽しんでほしいですね。はい、いやでも勉強になった、すごい。はい、いや、よかった。あ、鬼滅殺す。一発ギャグじゃないのよ。鬼滅の刃、はい、そしてね、はい、まあ、フィッシャーズもよろしくお願いいたします。お願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セガンディツイッター、インスタ登録よろしく。
他にもいろいろやってるので、たっぷり確認しておくように。チャンネル登録